しい。はい、食べるよ。はーい。ガシャンとね。うん。えーちゃん、これ。あー、どう。おはよ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 う。おっこいしょ。ゴトゴトゴトえ？ゴトゴトゴト。ただいま。あ、おかえり。暑かったやろ。うん。はい、でお茶飲み。あ、お茶やって。早く行こう。早く早く。な。ゆりんです。ご苦労さん。用事ないけ。置いといて。はい。熱い。熱いな。熱いな。これ。ありがとう。熱いな。熱いな。これ行くよ。これやで。せやでこれ買うてくれんだけど、ほんまに金くれたら俺は3度。今そのところ入らんから、空間にしとこう。はい、どうぞ。100円さんに500円やな。はい、すいません。私に1000円。はいはい。ちょっと負けといて。1000円負けといて。200。400。どれ？どれ？どれ？あ、失敗負けた。うん、ありがとう。せやであんまり負けたらない。みんなお母さんの身ぐらい食わない。ありがとう。はい、どうも。おきに。おきに。はい、また頑張ってます。うわあ、カブトや。大きいな、これ。うわあ。ほら。見える？やあ。すごい。こっちは、いい距離の向き。ああ。あら、いました？どう食べるよ。
있어. 네. 우와. 우와. 짱도 나베라나 뭐. 오이지. 오이지. 까똥까똥. 오나카나 나베르. 오나카나. 坂本専門メトロみたいな。 村の人ら同士では思うこと違うみたいで。うん、それが一番難しいんやろな。あいつやっぱり鉄道派系。うん、頑固は映るんかな。お父さん。あっちにな。わあ。姉さんどうするんで。知らん。お茶入り。大阪のアパートに住んではるんやろ。親父の三回忌にも来んかったしの。どうしたやろな。自分のことしか考えてらんのよ、あいつは。事情もあるんやろで。お前らも小さい時はよう遊びよった。さえもあの頃はよう笑う子で。お前はさえのすることなんでも真似して走り回して、んで島にじいちゃんに怒られよって。あの頃は戦争でも苦労して苦労して、今やと幸せにさしてもうとるんや。ほんまにじいちゃんも生きとったらな。
怖いか。えいすけ。お父さん。おばちゃん会いたいけ。辛抱せんでええやと。姉ちゃん、うん、働くし、うん、まあそういうとこ、これ米粒、うん、おはよう。
ガイド。はい。どうだね。もう親父ら心配やし、老人ホーム預けようと思ってね。いろいろお世話になったよ。はい。荷物どうするの。なんか今日明日で運べるしな。手伝うぞ。大きに、もうちっちゃい荷物だけなんで、大きの置いたままで行きますので。まあいずれはこの家に連れて帰ってやりたいと思ってんやけどな。みちゅうちゃんおはようさん。おはようございます。おはよう。帰りに、まあ、国鉄の奈良駅へ来て、そこで新聞を、まあ、退屈だからちょっと新聞を買おうと思って買ったら、たらなんや、五新鉄道廃止やとかうんぬんとかなんとかって、まあ、書いてあった。今頃になってなんで廃止するんかな。廃止するんやったらもっとその、もっと入れん先に廃止したらよかったんじゃないかなというような感じがしたんじゃけれども、あれや、まあ、ここまでやってどない言うんか、今頃辞めてしまうということになったら、もうもったいないなというような私は感じがするんだけど、と言うて、なんとかしてくれと言うてみたところが、これはもういかんともならんというか、どこにもならんのと違うんかな。やっぱりそれももったいないのはみんな一緒と違うから、結局は幻で終わってしまうんとちゃう。俺ね、一番やっぱり情けないと思うのはやっぱり子供の教育やの。やっぱりこれから先、まだ俺の子供も小さいしね、縦カードから汽車で行くんとバスで行くんとしたら、これなだいぶ違ってくる。やっぱり一番頭痛いのはそこじゃ。やっぱり情けないと思う。これやっぱり今後将来もう列車もつかんというようなことになったら、そりゃ寂れていくよ、うん、おかしいにしたらもう息子のところの嫁さんも来てくれる人ないよな、うんうん、もうそりゃわしらの生きとる間には列車は絶対走ることないで、これは、うんうん、姉ちゃんとこであんたらこう思う。10時から4時まで。あいつおったら安心や。
たまにお出世話になってもう行くんけ今日はおじいちゃんおばあちゃんだけ送って明日またもう一日片付けに帰ってきますわそうけ寂しなるな孫さんかいなそうやトマトもでけえやおめでとうその子らに荷台でくだれえはい。行くわ。うん。ちょっと待って行くや。おきに。ああ。また帰ってきよ。うん。まあ、それで。ありがとう、えちゃん。うん。どうやった？うん。明日からでも来てくださいって。明日。うん。明日。どんな格好してったらええの？制服があるから。十時でええの？うん。十時。ただいま。
行ってきます。うん。気をつけるよ。最初も大変なんや、今はとりあえずバス通っとるけど、あれあの先まだ鉄道通すつもりでやったんやろ。それでここが大広間、あ、ここで大体団体のお客さんが食事取ってもらったり寝泊まりしてもらったりするようなお部屋。はい。せやけど難しいんちゃうか鉄道は。すまんな。いや、親父がこれだけ持ってこいと引かぬじゃ。お先に失礼します。お疲れ様でした。お疲れ様。A ちゃん、もうええの仕事。うん。乗れるけ。乗れるよ。どうや仕事。うん、大丈夫。なんとかできそう。 A ちゃん追ってくれるし。
行ってきます。受験生やもん。そうなるかもしれんぞ。うん。はい。サラーソーというのは何だろう。ね。サラーと思いますが、これは本当はシャラーというのが正しいね。その名前色は上手です。盛んなものも必ず衰えるというね、そういう世の中の機能を表しています。で、この言葉とうちわの諸行無常、これがこの言葉の最初の部分。はい、お疲れ様でした。こんにちは。どこ行くの？あ、帰っとる。姉ちゃん、倒れよったんや。え？大丈夫なの？風邪や。
寝てないんか。はい、もしもし。はい、そうです。はい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 。わかりました。はい。どないした？何？あの人。ご上昇から。警察？ええから早く着替えて、今から迎え来るから。
えんちゃんどういうことで。おっちゃんの8ミリカメラ持った人が見つかって見に来てくださいって言うとね。すみません。よろしくお願いします。休むんけ。うん。
姉ちゃん。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 ダメ。どこ行っとったん？どうしたん？えらい濡れてん。ちょっと待っとるよ。
入り。トラ入りや。どうしたん、大丈夫け？今日は胸取り。しばらく実家帰るけ。ここはつらいやらしい。
みちる。はい。入ってもええ？うん。実家帰る思うんやけど、みちるどないする？お母さんは帰りたい。お母さん、私はここにおりたい。A ちゃん。うん。お母さん、実家帰るんで。おかえり。ただいま。これ。あんた好きやったんで、それ。覚えとるけ？うん。
いっぱい集めた。姉ちゃん、あんな好きやねん。でも行くわ、お母さんと。おやすみ。おやすみ。みちる。めっちゃ綺麗。おはよう。どうしたんで。
あんな、これ。おっちゃんの最後のカメラに入っとったやつ。見てみいひん。気ぃつけるよ。いつ行くの？あと7日け。うん、そやな。こいつも住み込む方が楽や言うてるし、またも一緒にいて言うてくれはるし。二人には広すぎるわ。
お願いします。ひくちゃんと近くの大きな木の中でお手でつない空見たら逃げろ。みんな待って。あ、A ちゃん見つけた。